1年8ヶ月前は花屋敷大会での対戦ほか。さあ試合スタートです。いきなり出てきました。岬が前に出てくる。岬は、ね、階段を一つずつ、はい、上がりきってしまいましたよね、はい、で今日このタイトルマッチですから、投げを打つ。これはシュートポイントです。さっきをうまくいなしてシュートポイント、ミオが取りました。このあたりはミオ落ち着いてますね。そうですね。お、そして今度は岬が投げを打ちましたが、さあ攻防の中でここでゴングです。さて第2ラウンド始まりです。オープンスコアシステム第1ラウンドではジャッジはミオを支持しています。また岬が前に出てきます。サルのシュートボクシングですが、はい、投げの部分ではミオがやはりこれうまいですかね。まあ、お互い仕掛けていってますけども、1ラウンドはシュートポイントを取りました。1ラウンド目はシュートポイントを取っているのがミオです。右の腹を、右腹一発ぐらいではなかなか下がってくれません。いやこれでもね、その受け側のミオはもちろんね、ああいいパンチャーです、はい、このオープンね、こういうオープン、こういうパンチャーいいですよ、はい、ここで下がらせたなら相手を押し込んで押してパンチ、押してパンチ、そのままパンチを打ち前に出てくる岬。もう残り時間がほとんどありません。第2ラウンド投げを狙う岬、体勢崩しました。もう時間がありません。ここでゴング、第2ラウンドが終了です。第3ラウンドです。蹴り足を掴んでパンチのミオ、ミドルを出しました。岬です。岬が前に出てくる。これその前進に対して、あー右ストレート、ミオの右ストレートです。左スクーします。この辺今3ラウンドですけど、あとはもうスタミナですよね。あお互い苦しいでしょうね。苦しいでしょうね。ただあの下がらされ、しかし出てきます。下がらされてるミオは倍苦しいですよ、はい。しかし岬のこのスタミナ驚異的ですね。本当にね、お互いにこう明確なクリーンヒットというのはありません。投げを狙いに行きますが体勢崩れました。ここでゴングです。ただまあ今日タイトルマッチはあと2つありますからね、ボディ出しましたミオ。かなりこのラウンドは岬のまた寝数が目立ってきました。そう、出てくるインペントの岬のスタイルが変わってくると、はい、逆にこれは岬も蹴り技を使える代わりに、ミオも自分の攻撃が当たり出すということですね。だからここからが対等の勝負になるのかな、ね、蹴りが出ました。蹴りをね、使ってきますよね。これはミオもきつい戦いになりますよ、はい。ここでゴング、第4ラウンド終了です。さあ最後のラウンド、いやー、岬変えてきましたね。足使ってきましたね、さあ、何を狙うか。あー、藤井、そう、バイキック、はい、ああいうね、ああいう頭の回転もいいんですよ。岬は合ってますよね、はい、左、岬は右、乱打戦ですね、膝を使うミオ。ここでゴング、試合終了。赤ミオ、ミオの勝利、防衛成功です。判定は2対0、失礼、2対0、あ、そうですね、2対0ですね。